上今井橋は、長野県中野市場井の千曲川に架かる、長野県道505号三水中野線のトラス橋。左岸から見た上今井橋。原橋り橋時代の急旧千1870年、神通川の船橋を視察の上で、船橋で架橋された。千曲川の世界に合わせそれまでの渡し船から船橋になったが、架橋当初の川幅は25間であったので三隻の、 船で住んでいたが、年々の川幅が増大するのにつれて必要な船も増えて、1902年には35隻にまでなった。その後、洪水の際の不便を考慮して1923年に幅2メートルの目標を仮設する。この橋は1945年10月6日に流出した。その後、仮橋を仮設したが、1946年6月に再び目標をかけた。 戦後になって1950年に鉄骨による吊り橋を着工し、1952年5月12日に開通した。この橋は走行費3000万を要し、当時見解一と称えられたが、その後の交通の飛躍的進歩に伴い福音の狭さ、老朽化が目立つようになったので信号機をつけ、交通整理を行った。交通の不便を囲った豊田村からの陳情の結果、 根本的対策として原橋の上流側に新橋を加強することとして、1980年度に着工し、10億円を費やして1985年に橋長225.5メートル、有効福音9.25メートルのトラス橋が完成した。その後、1994年には、起点型の単純合成番桁を撤去し、単純下地トラス桁に掛け替えている。 上井前橋は右岸において千曲川の旧稼働の稼働時期内にあり、道路がかさ上げされておらず、千曲川増水時に冠水したことから拡幅、かさ上げ港が2015年度から授業中である。ありがとうございます。